って、うん、とりあえずその中でじゃあどのくらいできるのといったところで、出していって実際技術的に頼んだところですね、うん、まあ化学調味料のアメリカの会に確かに公募エキスっていうのが今ありますのでね、うん、それでどこら辺の話ですか、うん、私はですね、ちょっとちょっとスープのそのですね、スープ的にまずやっぱりそのマッチングというかですね、麺とのこれ、これ今今日送って、先日から送っていただいた麺がこれが完成品なのか、まあ例えばまだ今改良の違って何割程度の間なのかとか方向性というかその辺がある程度決まってるんですかね。はい、ですね、一応私の中では目に関してはですね、形は形です。ただ、一つは、ユーコーとジャガイモを入れてます。ので、アトロブも一緒ですか？後に送っていただいたら。です。どちらもユーコーと。ユーコーとジャガイモ入れてます。で、逆に言ったらそれしかないんですね。で、ただ今考えてると、その、麺がですね、茹でた時に少し細く作るのはひょっとしたら有効が結構の酸味があるのでその分グルテンを食ってる可能性もあるかなという感じしないでもないですね。ですから今回ちょっとそれがジャガイモだけの入れた麺を作ってみようと。あ、それから作るということですね。今から作ります。で、そのジャガイモも生で水中したペーストを今やってるんですけど、実は菌数の関係もあって、一回水量をアルファ化して、こう、逃げたやつをね、練り込んでということで、まあ、この屋さんの研究室に聞いたら、別に、それでね、アルファ化してしても、